この神秘で限りなく広い宇宙、地球はこの宇宙のほんの小さな星に過ぎない。人類がまだ知らない善と悪との戦いがこの大宇宙で静かに行われているのである。ボス、この星は面白そうだね。まだ誰も手をつけていないようだ。見たところ人間どもの欲望が渦巻いてる。一番乗り、人間どもがごちゃごちゃいるってことは宝が山ほどあるってことだ。その通り、我ら宇宙海賊ガイスターの格好の餌食というわけだ。まず手始めに我々に合う体を探し奪い取るのだ。いかん、奴らめ、この星に逃げ込んだか。こちらは宇宙警察エクスカイター、ガイスターは地球へ逃げ込んだ。地球応援を頼む。夢ね。大変だ、姉ちゃん。姉ちゃん、大変だよ、起きてよ。何よ、うるさいわな。ガレージに雷が落ちたんだよ。夢でも見たのよ。おしっこして寝なさい。本当なんだってば。うるさいわね、寝かせてよ。チェ、やっぱり夢だったのかな。忘れてた、おしっこ漏れる。マリオ早く来いよ、漏れちゃうよ。
もうちょっと寝かせてよ。今日は遠足でしょ。せっかくお弁当作ったのにお家で食べるの。あいっけねー、忘れてた。ああパパ、その新聞の編集長でしょ。ああ仕事熱心なのはいいけど、それ灰皿じゃないわよ。ああこりゃいかん。ママ、コータおねしょしてなかった？どうして？昨夜ガレージに雷が落ちたなんて大騒ぎすんだもん。雷が落ちたって？車大丈夫かね、ママ。大丈夫よ、寝ぼけてただけだから。なんだ。おはよう。コータ、あなたおねしょしたの？おねしょ？したんじゃないの？おねしょなんてするわけないじゃないか。ほんと？してないよ。ん？おはようございます。失礼します。徳田さんだ。またみんなが知ってる徳田ねかしら。編集長、徳田ねです。やっぱりまだ他の新聞社は知らない、僕だけの徳田ねですよ。今朝はなんだ。実はですね、あーこれはまそうですね。いただいてもいいですか。うん、うまい。徳田さん、お好きでしたらまだありますから、たくさん食べてくださいね。すいません、いただきます。お前何しに来たんだ。え、なあ、そうだった。実はですね、博物館や大学の研究室から実物大の恐竜の模型がいつの間にか消えるっていう事件が発生したんですよ。恐竜の模型？今のところ分かっているだけで4体。これは僕だけが調べ上げた特ダネですよ。各地の博物館、大学の研究所、それに遊園地などから4体の恐竜が。このニュースは当残念でした。もうテレビ局も知ってるみたいよ。いつものことだな。徳田さん、気を落とさないで、さっきの佃煮たくさん食べてね。恐竜博覧会の恐竜は大丈夫？恐竜博覧会？うん、今日僕たちそこへ遠足に行くんだ。大丈夫だよ、そこのはまだ盗まれてないよ。本当？よかった。あん。ん？恐竜博覧会？行ってくるよ、ママ。行ってらっしゃい。うん。行くぞ、徳田。はい、編集長。いや。コータ、早く来なさい。行ってきます。気をつけてね。どうした、コータ。ううん、なんでもない。行ってきます。コータ君、いいカメラ持ってましたね。じいさんの片身さ、あれであいつはいつか特ダネ写真を撮るつもりらしい。へえ。まただ。ったく。やっぱりあれは夢だったのかな。ま、いいや。僕らがその時代に生きてたら一発で食べられちゃってるよ。どうしたの、コータくん。ことみちゃん、この恐竜動かなかった？え？まさか。どうしたんですか、ことみちゃん。たくみくん、コータくんがこの恐竜が動いたっていうの。カメラで覗いてたら確かに僕をギロッと睨んだんだよ。そんな古めかしいカメラなんかで覗いてたからだろ。古くたって関係ないだろ。関係あるね。そんなのはもはやカメラだなんて言わない。カメラってこういうのを言うの。オートフォーカス、オートズーム、何でもオートの最新流行のカメラだぞ。あれコータくんのカメラだってかっこいいわよ。かっこいい？古いカメラっておしゃれよ。本当にそう思う？このカメラ、おじいちゃんの形見で大事な宝物なんだ。素敵。ま、所詮はカメラは写した作品で良し悪しが決まるんだ。まあフィルムを無駄にしないことだね。どうしよう、
止まんなくなっちゃった。パパのカメラなのに。行こうか、琴美ちゃん。次はここが狙われるっていうのか？絶対ですよ、編集長。恐竜の実物大模型が展示してある場所で、まだここだけが無事なんです。ここに張り込みすれば、特ダネはバッチリ確実です。まあ、一理あるな。とにかく俺は事務所で取材の許可をもらってくる。お願いします。よし、取材取材。ザウルス、よーし。イグアノドン、よーし。トリケラトプス、よー。あら？トリケラトプスがない。編集長、編集長。あれ？この恐竜、さっきのじゃないか？え？そういえば、でも似てるけど違う恐竜じゃないの？似たような恐竜っていっぱいいるじゃない。あ、琴美ちゃん、近寄らない方がいいよ。どうして？ただの模型でしょ。うわを働くことは私が許さん。僕んちの車が喋った。その声で君は
いぞ。ロボットになっちゃった。貴様、こんなところまで追ってきたのか。今日こうなれば。大丈夫だったかい？うん。でも。ああ。私の名はエクスカイザー。君は？僕、星川光太。エクスカイザーって一体。コウタ君、今は詳しい話をしている時間はない。私のことはしばらく君の胸にしまっておいてくれたまえ。つまり私のことは君と私だけの秘密ということだ。コウタ君、コウタ君大丈夫？僕なら大丈夫だよ。コウタ君、あのロボットはどこへ行った？消えちゃった。消えた？この穴の中に消えたのか？一体何があったんだ？うわー、編集長、特ダネですよ。2体のロボットが現れて消えたんです。なんだと？ロボット？恐竜が動いてロボットが出たんです。何を言っとるのかよくわからんぞ。いや、ですから。パパ！ああ、コータ、何かあったのか？何があったって。編
州庁だからですね。恐竜がロボットにその盗まれたというか。写真は撮ったのか。それがカメラが壊れてまして。バカモン、お前は何年新聞記者をやっとるんだ。あれ、編集長の車どうしてこんなところにあるんでしょうね。クーラー、ごまかしな。コウタ君、本当に大丈夫？平気平気。あ、コウタ君。きっとおじいちゃんのカメラが引き合わせてくれたんだ。新しい友達に。助けて、君んちにも宇宙人いる？